どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。今日もおしゃべりしていくシリーズです。今日はですね、皆さんに僕たちがストロークをすることによって前に進んでいくメカニズムについて話していきたいと思います。水泳って陸上とは全然違う原理で前へ進んでるんですけれども、皆さんまずその事実を知ってましたでしょうか。まあ、実はかいた水の反発で前に進んでるわけではないんですよね。まあ、僕も正直最近まで知らなくて、水をかこうとすると手に水がぶつかって、でその反発をもらって前へ進んでるって思ってたんです。で陸上も地面を蹴ってその反発で前へ進んでいきますよね。でそれと同じ原理で水泳も進んでるって思ってたんですけれども、どうやら違うようなんですよね。以前のコラムで、まあ、僕たちが泳ぐ上で向き合っていかないといけない抵抗の3種類あるよっていう話をしたと思うんですけども、覚えてますか？摩擦抵抗と圧力抵抗と増波抵抗の3つです。実はこの3つの中に僕たちが前へ進むためのストローク動作と密接に関わっている抵抗の種類があるんですけれども、それは圧力抵抗なんですね。圧力抵抗がどのようなものだったか皆さんまず覚えてますか？押しのけられた水が後ろに回ってくると、まあ、そこで渦を巻くことによって圧力の低い方に引っ張られることで抵抗になるっていうやつです。以前多分こういうね絵を見せたと思うんですけれども、正面からぶつかってきた水が、まあ、後ろに回り込んできて、後ろに回り込んできたところでぐるぐる渦を巻いてそちら側の方向に引っ張られるよっていうあれですね。でこの抵抗を減らしていくために、できるだけ自分たちの体を細長くして、まあ、流線形に近い形にするっていうことが水の抵抗を減らすためには非常に大事だったよっていう話を、まあ、したと思うんですけれども、こう練習などで前の人のすぐ後ろをくっついて泳いだりとかする際、まあ、オープンウォーターやトライアスロンでは前泳いでる人のすぐ後ろにピタッとドラフティングって言うんですけれども、あれが早く泳げる理由は自分より前方の水圧が前の人の泳いでる圧力抵抗によってこう小さくなってるんですよね。自分の前方の水圧が、でそれによってこう前側に体が引っ張られていくから普段より早く泳ぎやすいと、なんか前にすごい進みやすい感じがするっていうのは、まあ、そういったことが、まあ、理由になってるんですよね。で話が少しそれたんですけれども、腕でストロークをするとこれと同じことが腕で起こります。手のひら側で強く水をかくことで押しのけられた水というのがこう腕の裏側の方に向かってこう回っていくことになります。で手や腕を回り込んできたところで、まあ、水はそれぞれの場所で渦を巻くことになっていくん でこの時の状態っていうのは手の甲側の水圧が低くて手のひら側の水圧が高いっていう状態が生まれます。ということは圧力が低くなってる方に向かって引っ張られていくわけですから、水をかいた力の反発で自分の体が前に進むんじゃなくて、水をかいたことによってで生まれる圧力の差で圧力の低い方に体が引っ張られていくという方が表現としては適切になっていきます。絵で表すと、はい、これストロークしてるつもりね、絵が下手っていうコメントは受け付けませんけど、これストロークしてるところなんですけど、ストロークをしようとして描いていくと手のここからこっち側に向かって水がそれぞれ回り込んでいって、こっち側はずっと渦を巻いてる状態になります。そうなってくるとこちら側の圧力が下がって、まあ、手のひら側は、まあ、水ぶつけてるわけですから圧力が上がります。でこの差によって僕たちの体は前にこう引っ張られるように進んでいってると、そういったことらしいです。で、まあ、僕も日本水泳連盟の公認コーチ研修の中で、まあ、実は僕たちが進んでいるメカニズムというのはそういったことで前に進んでいて、実は反発をもらって前に進んでいるわけじゃないということを、まあ、教えてもらったので、まあ、今回このような形でシェアさせてもらっているわけなんですけれども、ストロークの効率を高めるためにはストロークをすることで自分の進みたい方、まあ、つまり前方ですよね、泳いでる場合ではこの頭の方の向きになるんですけれども、こちら側に向かってで前方の圧力をどれだけ低くするかということが、まあ、重要になってくるわけです。で前へ進む原理としては陸上より航空機の方が、まあ、原理としては近いかなと思います。航空機も翼の上側と下側の圧力差によって
翼の上側の方が圧力が低くなることによって上側に引っ張られるという原理で、まあ、飛行機は空に浮いてるわけなので、まあ、詳しく勉強されたい方はご自分で調べていただきたいんですけれども、まあ、感触としては確かに書くとか引くとか押すとかっていった感じは確かにするんですけれども、実際は引っ張られていってるというわけです。ではどのようにこの圧力差を大きく作れば作るほど前へ引っ張られやすくなるわけですから、どうやって圧力差を大きくするのかという話になると思うんですけれども、まあ、皆さん日本代表の塩浦慎理くんのねストローク解説している動画をご覧になりましたでしょうか。まっすぐ書く、手の向きに気をつける、内側向いたり外側向いたりしないようにするといったことを話していたと思うんですけれども、あれがもう答えですね。ただ単にまっすぐ書くっていう結構単純そうなことがまあ案外難しかったりするので、まあ、そんな時はまあ僕が最近アップロードしているストローク改善の動画でじっくり練習してみていただければいいんじゃないかなと思いますが、まあ、手のひらがまあ余計な方向を向かないようにコントロールしながらストロークをし続けるということと、圧力差を大きくするためには、まあ、水中での移動速度も重要ですから、まあ、より素早く腕を水中で動かせるような筋力も必要になってきます。で、実際はここに力強いストロークをしても胴体が影響を受けないかどうか、あとは体全体で極端に沈んでる場所がないかどうか、そして、まあ、手と足のタイミングなど泳ぎ全体のタイミングは合っているか、レースの序盤から、まあ、終盤まで動き続けられる持続力はあるかどうかといってさまざまな要素が絡んで早く泳げるかどうかっていうのは決まっているわけなんですけれども、前へ進んでいくメカニズムを理解しておくということは技術練習の際にも大いに役立つと思いますので、ぜひ皆さんこの辺をね参考にしながら練習をしてみてください。ぜひ次回からプールで泳ぐ際は書くとか押すとかではなく前へ引っ張られるという意識で泳いでみてはいかがでしょうか。あとは手の向きですね。今回はここまでです。また次のレクチャー動画でお会いしましょう。バイバイ。